ペリーが浦賀に来た時に、日本ってめっちゃ右往左往したでしはい。ょ。あれね、ペリー連れてきたのってね、たった4隻の軍艦やったんですよ。でもその4隻の軍艦で、もう本当にもう上を下への大騒ぎになるぐらい、実は日本っていうのはその時点軍事的にはね、めっちゃ弱小やったんですよ。で、その大混乱の中に明治新政府がスタートします。で、そのまあ世界を見渡せばね、まあ日本とタイ以外は世界中有色人種が住んでるとこは植民地。で、もうその欧米列強はその、まあ、タイと日本っていう最後の、まあ、言ってみたら豊かな国をもう植民地にしようと、もうめっちゃ虎視眈々と狙ってるんですよね。で、まあ欧米列強とともに日本を狙ってたのが清、中国です。で、まあ、そういう本当に、まあ、歴代の天皇の中でも、まあ、昭和天皇の時代もすごい困難でしたけど、その最も困難な時代にご即位されたのが明治天皇です。で、次の、画面をお願いいたします。で、ね、これね、たった4隻の軍艦にビビりまくった最弱状態の日本をどうにか西欧列強に並ぶ国にする。それがね、当時のね、日本国挙げての目標でした。で、しかもね、過去750年間、実は実質的な統治は武家がやってたんですよ。で、その重責を若干14歳の、まあ、陛下はね、担っていかないといけないんですけれども、この国を西欧列強に並ぶ強い国にすること、この国を豊かにし国民を幸せにすること、それが天皇である自分の役目であるという決意をね、表明されたのが、皆さんご存知の明治元年に出されたね、五箇条の御誓文っていうのです。で、まあ、五箇条の御誓文ね、何が書かれているかというと、これ明治神宮に納められている資料に、この現代語訳があったので、ちょっとそれを読ませていただきます。1、広く人材を集めて会議を開き、大切なことはすべて公正な意見によって決めましょう。1、身分の上下を問わず心を一つにして積極的に国を治め整えましょう。1、文官や武官は言うまでもなく、一般国民もそれぞれの職責を果たし、各自の志すところを達成できるように、人々に希望を失わせないことが肝要です。1、これまで悪い慣習があったならそれを捨て、天地が指し示す普遍的な道理に基づいて行いましょう。1、知識を世界に求めるとともに、これまでの麗しい国柄や伝統を大切にして大いに国を発展させましょう。これが五箇条の御誓文なんですけども、これにね、明治のね、お気持ちが書いてる一文が書いてあるんですよ。それがね、これより我が国は未だかつてない大変革を行おうとするにあたり、私は自ら天地の神々や祖先に近い重大な決意のもとに、国政に関するこの基本方針を定め、国民の生活を安定させる大道を確立しようとしているところです。皆さんもこの趣旨に基づいて心を合わせて努力をしてくださいというふうに、どうですか、これ14歳のね、もう清らかな決意ですよ。で、明治天皇が目指したのはね、2000年以上前に日本の初代天皇、神武天皇が御息にあたり、神々と大御神から国民に立てた誓いの建国の詔の中の、一つ屋根の下に暮らす家族のようにお互いが思いやり調和しながら、国民すべてが幸せである国づくり、これ八紘一宇と言います。八紘一宇の精神です。そして大切なことはみんなでこうね、話し合って決めていこうというのは、その天の岩戸の前で神々が合議したみたいに、もうそこから脈々と続いてきた、そのみんなで決めていこうというのが日本のやり方。で、そういう麗しい国柄や伝統を大切にしながら大いに国を発展させていくっていう、この志をね、明治天皇はね、生涯貫かれました。